皆さん、こんにちは。今回は宮城の親方さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2023年1月、断髪式を終えて、力士人生に区切りをつけた元横綱の白鵬こと宮城の親方。その後の日テレの番組、アナザースカイに登場しました。原点の大阪で過去の現役時代、そして現在の様子を語ってくれるそうです。そこで、今回は宮城の親方、元白鵬の収入やご家族についてまとめてみました。まずは、宮城の親方、元白鵬翔のプロフィールを見てみましょう。白鵬翔さんは、モンゴル名、ムンフバッティンダワージャルガルといい、1985年3月11日生まれ、モンゴル・ウランバートル市の出身です。現役当時、身長192センチ、体重155キロでした。白鵬翔さんは、宮城の部屋所属の大相撲力士で、第69代横綱でもありました。初土俵は、2001年3月場所で、それから2007年7月場所から横綱として初の土俵を踏んでいます。連勝記録はなんと歴代2位の63連勝で、惜しくも稀勢の里に連勝を止められてしまいましたが、歴代2位です。幕内優勝回数45回、幕内勝利数戦93回、通算勝利数戦187回となっています。これはすべて歴代1位を獲得しており、その記録は2024年現在でも破られていません。一体、白鵬を超える力士は今後出てくるのでしょうか。そんな宮城の親方、白鵬は、引退後の2023年1月28日に断髪式を無事終えました。断髪後は、さっぱりしたなという気持ちと、体の一部がなくなって寂しい気持ちもある、とインタビューで答えていました。ちなみに、断髪式でハサミを入れた芸能人は、松山千春さん、GACKTさん、関口メンディーさん、デーモン閣下さんなどがいらっしゃいました。GACKTさん、関口メンディーさんらと親交が深かったのでしょうか。意外な人選でした。さて、宮城の親方、元白鵬の収入について、力士や親方ってどれくらいの収入をどこから得ているのか気になるところです。力士時代の収入は次の通りです。まずは、日本相撲協会からの給与、手当、月給制です。これは、番付が十両以上の力士にのみ支給されます。また、成績に応じての報奨金というものもあり、序ノ路からもらえるそうです。谷町、支援者からのご祝儀、CM や各イベントへの出演料などもあり、実力や番付が低いとなかなか厳しい世界ですが、人気力士、実力もあれば、年間約2000万円と言われています。横綱レベルだと億単位になるそうです。ということで、歴代1位を制覇して人気もあり、CM などにも出演していた白鵬は、年間でも億単位での収入があったのではないかと言われています。そして、収入は断髪式でもかなりの額があったと報じられています。断髪式では、大銀杏にハサミを入れられる500万円のプレミアムチケットが販売されていました。3組6人限定で抽選販売だったとのことです。ハサミを入れられることとは別に、後日、白鵬と個別に食事などで交流ができるチケットだったようです。断髪式の一般的な一番低価格のものでも100万円だそうです。そして、当日ハサミを入れることができるのは400人です。最低価格としてざっと計算しただけでも4億円となる計算です。白鵬の断髪式には先ほど述べた有名人らが参加されたほか、各業界のトップの方々らも参加されたようなので、100万円以上は包んでいるのではないかという噂がありました。つまり、ざっと見積もっても4億円は超えているのではないのでしょうか。さて、宮城の親方、白鵬の奥さんは、超美人との噂もあり、相撲ファンの間ではかなり有名です。奥さんは一体どんな人なのでしょうか。奥様の和田紗代子さん、徳島県徳島市の出身です。学習院大学を卒業しています。正確な生年月日は、西暦しかわかりませんが、2023年で39歳になっています。綺麗な方で、学歴も学習院大学とかなり優秀な方なようです。また、
ママ友として神田うのさんのインスタグラムにも写真がアップされているなど、現在はすっかりセレブママ界の中におられるようです。ちなみに気になる白鵬との馴れ初めですが、白鵬がまだ現役力士時代、当時大学生だった和田紗代子さんに一目惚れしたそうです。和田紗代子さんのお父様は朝青龍の後援会長だったそうで、出会いはお父様が主催された朝青龍の後援会でした。白鵬と和田紗代子さんが会食の席で隣になったそうです。そこからどうして和田紗代子さんとの交際に発展したのかというと、その会場にいた力士春馬富士が白鵬の様子に気づき、二人がお近づきになるようにと仲を取り持ったとのことです。3年の交際を経てお子様を授かり結婚に至るという運びです。一目惚れのお相手と結婚ということで、とてもロマンチックと言えるのではないでしょうか。しかし史上最多45度の優勝を誇る大横綱が師匠失格の烙印を押されてしまいました。東京両国国技館で2024年2月23日に行われた日本相撲協会臨時理事会で、元横綱白鵬の宮城野親方が委員から年寄りへの2階級降格と3ヶ月の 20% 報酬減額とする処分を受けました。弟子の幕内北青鵬22による弟弟子2人に対する暴力行為を防げず、監督責任を果たせなかったとすることについての処分となります。厳罰で立場が不透明な状況となり、部屋の消滅を懸念する協会関係者もいるなど、今後の動向に注目が集まっています。少なくとも険しい表情が苦境を物語っていました。宮城野親方は都内の部屋で弟子の北青鵬と共に姿を見せ、弟子を守ることができなかった私の責任と受け止めております。そして相撲協会、大相撲ファン、応援してくれている方々に心配をかけたことを深く反省し、申し訳ない気持ちでいっぱいです、どうもすみませんでしたと謝罪しました。二人揃って計3回深々と頭を下げていました。涙を拭う仕草もあったようです。後輩力士への日常的な暴力行為が判明した北青鵬に対する監督責任が問われた形です。同協会の処分は7段階に分かれ、同親方が受けた降格は解雇、引退、退職、勧告に次いで3番目に重いものとなっています。発表文書では委員の職にとどまらせることは不適当、師匠としての素養、自覚が大きく欠如しているなど厳しい指摘が相次ぎ、親方衆の序列で最下位の年寄りに降格となりました。協会のコンプライアンス委員会では、相撲協会から排除すべきという意見も上がったほどです。こうした事態で3月の春場所は所属する伊勢ヶ浜一門の別の親方が師匠代行を務め、4月以降は同一門が宮城の部屋を預かることになりました。ただ現状は誰が担うのかは未確定となっています。不透明な状況に同情する親方もいる一方、現役時代に3度も協会の処分歴があり、引退後も再び大きな問題を起こしたことで師匠を務めることはもう二度とできないのではの声も聞かれています。宮城の親方が師匠を継続できずに部屋閉鎖の方向に進む認識を持っている親方さえいるそうです。同じ一門のある親方は、大阪入りしてからできるだけ早い段階で意見をまとめたいと危機感を強めていました。仮に部屋が消滅するような場合に対して、別の親方は可能な限り希望する力士を受け入れたいと話しています。約2週間後に迫った春場所、3月10日初日、エディオンアリーナ大阪。まずは土俵に上がる力士たちが集中できる環境を整えることが急がれでしょう。さて、元幕内北青鵬による暴力行為に対する監督義務違反に伴い、宮城の親方、元横綱白鵬が宮城の部屋の師匠の立場を外れる問題で、同部屋付きの相田垣親方、元幕内石浦が24日、現状について何も聞いていない、わからない、連絡を待つだけと説明しました。3月の春場所に向け、所属する伊勢ヶ浜一門が師匠代行を任命することになっています。宮城の親方は23日の日本相撲協会の臨時理事会で委員から年寄りへの2階級降格、3ヶ月の 20% 報酬減額処分を受けました。師匠としての素養と自覚が欠如しているとして、4月以降は伊勢ヶ浜一門が宮城の部屋を預かり、運営方法を協議するとしています。ちなみに、
北青鵬は現役を引退しました。いかがだったでしょうか。この度の北青鵬の不祥事について詳細を調べてきました。さて、大相撲に関する不祥事はたくさんありましたが、2017年にも大きく揺るがす問題が起きました。大相撲、横綱春馬富士の貴ノ岩に対する暴行事件です。当初は春馬富士がビール瓶などで一方的に貴ノ岩をぶん殴っていたと報じられていたのですが、現場に居合わせた横綱、白鵬がマスコミに対して、ビール瓶では殴ってはおりませんと報道を否定するコメントを出したのです。こうなると、もはや何が真実なのか、誰が何のために嘘を言っているのかわからない女優京と当時なっていました。その後の取り組みで全敗中の格下栃王山に対して時間前に立つなど終始落ち着きがなかった白鵬、同じモンゴル出身の力士が廃業のピンチに立たされているとはいえ明らかに不自然な動きだったそうです。こうした動きを見た相撲担当のスポーツ紙記者の間でささやかれているのは白鵬黒幕説でした。スポーツ紙記者が原因と見ているのがその年の初場所でした。1月24日の白鵬 vs 貴ノ岩の取り組みです。11勝2敗の白鵬が負けると13勝1敗だった大関稀勢の里の初優勝が決まる第1番で、結果は左肩を突き出してぶつかった貴ノ岩が右4つを取ると一気に寄り切り、わずか10秒ほどで勝ちました。たくさんの座布団が飛び交う中、テレビに映った白鵬の表情は同じモンゴル人力士に優勝を阻まれた悔しさが漂っていました。モンゴル人力士同士の対戦では相手の置かれた状況を多少は考えるものです。当然白鵬もそれを期待していた節がある。ところがこの取り組みの貴ノ岩は容赦なく全力で突っ込んできたため、横綱は面食らったと思いますよ。明らかに意表をつかれたような負け方でしたね、と大相撲関係者は語ります。貴ノ岩の師匠で元横綱の貴乃花親方、当時は現役時代八百長なしのガチンコ勝負で鳴らした力士として知られています。当時もその方針を徹底していました。親方に忠実な貴ノ岩は同郷の吉見など関係ありませんでした。実際入門から先場所までの全モンゴル人力士との対戦成績は52勝60敗とほぼ五分五分。鉄の団結を築いてきたモンゴル人力士にとっては貴ノ岩が疎ましがられていたことは容易に想像がつきました。それらが事件に関与していたのかどうかについては未だ明らかになっていません。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。